ふるさとの自然を愛し、ふるさとの人々を愛し、ふるさと鹿島地方のため長い間働いてきた黒沢義次郎氏。茨城県はあんた、なんだ、日本の農業県でしょ。しかもその茨城県で一番進んでおる農業ね、農業開発の進んでたところがこの鹿島なめがた稲敷なんだからね、一番進んでおるんだから、日本一農業の進んでおるいたところがこの鹿島なんですから。ここはなんだね、世界一の理想郷づくりができたとこなんです。ここのなんだ開発は農業開発ね、漁業開発ね、しかも白砂青松のとこですから、そして気候温暖なところで空気がいいところですからね、だから理想的なここが開発がね、できたわけですね。近代人の思考に適した農作物ができたわけですよ。とんでもないことだ、それがここの理想の開発であったわけです。淡水魚の増殖事業から、あと六南地方の縁起の、ね、特産指導所を作って、あんたあの江戸神社の脇、そうして特産指導をする、この海沢岩礁をね、いやなんだ岩を作るために、いろんな配線とか岩とかを。